だからいかにこの重力の力を使う、身を任せる、これが脱力ですからね。脱力って何かって重力に身を任せることなので、どんだけ身任せられてるかですよ。これが僕が言ってるグラビティストレッチってやつですね。グラビティっていうのは重力を使ったストレッチです。そうですね、一般的な全部ストレッチは抵抗の原理を応用して自分の筋力で伸ばしてますね。いただけますかね。じゃなくて、これが究極のストレッチなんですよ。地球の中心に向かって垂れるっていうのがね、で究極こう立ってるだけで全部常に重心働いてるんですから、伸ばされてるでしょ。大腰筋なんて これだけで伸ばされるんですよ。大腰筋って背骨からここについてるので、ぶら下がるようにして身を任せてたら、この大腰筋がどんどん伸ばされてるっていうね、立ってるだけでストレッチってやつです。この一番重要なところ、これぐらい脱力した先にあるんですよ。あの股割りとか開脚とかね、こんなぐらい脱力できてないとやってダメですよ。開脚っていうのも、開脚っていうのはここにある足を外転させて外転員にして体を前倒していくってだけのことなんですね、うん、外転員にして体幹を、股関節を屈曲していくってことですね。外転屈曲ですよね、していくっていう形なんですけど、だからそればっかりしてても別にあんまり意味はないんですけども、うん、でもこのぐらい脱力してできないと意味がないってことですね、うん、この右脇腹だけ長くなってしまって、ありがとうございます。そこは小学そこは小学でしょ。そんだけ伸びてて、うん、左縮んでるやん。わかる、わかりました。力入って縮んで長さが足りなくなってるね。長さ足りなくなるから骨格全部縮んでくるね。どこかしこも後ろは長さ足りなくなるから当然こうなるし、ここも長さ足りなくなっていったらこうするしかないやん。こうやるから助かるわけよ。このまましてたら苦しいから、引っ張り合いが生まれるわけでしょ、骨と筋肉の間で。骨はこう痛いのに筋肉がこう引っ張ってくるから、片側縮んだだけだったらこうなるけど、両側が縮んでくるわけよ。両側に左右倒れることなんかできないやん。こうなるしかない。でだんだん姿勢がこうまっすぐできなくなってくるね。ほら、こう伸びるね、絶対両側伸びたいもん。さっき両側縮んだらどうなるか言ったよね。こうなるしかない。次両側伸びたらこうなるしかないね。勝手にまっすぐ立てると、これがねストレッチの極意でもあるんですよ。これです。でこれは長持ちするからね、重力で伸ばしたストレッチっていうのは。こうやって自分の力で伸ばしたストレッチって、こうやって戻したらすぐ縮むね。っていうか、やればやるほど縮む。それはあのね、もう伸ばされるってことね。伸ばしてくれるのは重力に頼らない限りちゃんと伸びてくれません。自分の筋力で伸ばすと、そこはそれは自分の筋力を使わないと伸びないっていう運動神経を作ってしまうんですね、うん、じゃなくて重力がある限り伸びるっていう運動神経をつけてしまえば、地球にいる限りずっと長さがキープされる。これぐらいの感じでね、脱力勝負です、これは、うん、脱力っていう言葉は一人歩きしてまっしゃってますけどね、うん、これはポイントはいかに重力に任せられるかです。重力とお友達になるんですね。それが達人なんです。ブルースで言うとみんな重力によって力んでんね。わかる、わかりますね。重力によって、なんでこんな体みんな力んでんの。重力があるからなんですよ、うん、だけど、ウイルスの達人の先生とか僕にもそうですけど、同じように重力働いてますよね。当たり前や、僕だけ無重力空間にいるわけじゃない。重力とどう付き合ってるかなんですよね、うん、重力との付き合い方がうまくいけば脱力できるんですよ、うん、これの反対は筋力ですね。力んでる人はいちいち生きるのに筋力で何かをしないといけないっていう、若い頃はいけますが、もう年齢重ねてくるとしんどいしんどいってたまらんですね。それを勝る体力をつけていかないといけないから、でいろんなコスト的に無理になってくるんです。だから年齢重ねるば重ねるほどですけど、脱力の方を訓練していくってことです。できたら早いうちから手をつけておくことです、人生で、うん、年齢いってからでも全然遅くないです。脱力すればするほど可能性広がります。 OK ですかね。これなんですよ、脱力って何かって定義がね。だから筋肉がいらないとか言ってるんじゃないよね。僕これ筋
筋肉あってもいい、あってもいいけどこれできてますかということですね。で筋トレするとこれが苦手になる、下手に筋トレするとこれが、重力に抗って体を持ち上げようとするのが筋トレ思想ですね。重力に逆らってとかよく言うでしょ、逆らってお尻を引き上げますとか、終わってる発想です。重力に従えばお尻上がる、俺僕もお尻上がってるでしょ、従ってるから上がるんですよ。重力に従ったら体垂れることないんですよ。作用反作用の法則が常に働いているので OK ってなる、上向きにエネルギー働くんですよ。だからこう垂れない、垂れずに体を若々しく入れる。重力に逆らおうとすればするほど残念ながら作用反作用の法則がそれまた働きますので、それ下向きに力働いちゃうのね。そういう人の方が体垂れるんですよ、垂れるから筋力つけなっていう発想にまたなるんですよね。で負のスパイラルですね。これは超重要なポイントです。毎日重力を感じていってください。どうですか、みんな感じます？感じないでしょ。ここの違い大きい。僕毎日絶対感じるんです。当たり前に常に四六時中ですね。朝起きて立った瞬間何を考えるかですよね。何を考えます？みんないろんなことを考える。僕朝起きて立った瞬間重力を感じるんですね。ああ今日も気持ちいいな、重力のおかげで体が緩むっていう感じです。毎日そうやって目覚めてるんですよね。その違いって大きいじゃないですか。いかに重力を常に感じれるかがしょう。で感じようとすればそれは脱力するしかないやんね。え最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。